ピアノ競争曲第1番変路短調作品23は、ピョートル・チャイコフスキーが、友人のモスクワ音楽院委員長の、ニコライル・ビンシテインに刺激を受け、初めて作曲したピアノ競争曲である。1874年11月から1875年2月に、かけて作曲された。チャイコフスキーは、当初ニコライル・ビンシテインを初演者と目し、彼に検定しようと考え、 1874年のクリスマスにこの作品の走行の段階で、ルビンシュテインともう二人の楽友に聞かせたところ、ルビンシュテインから思いがけず、この作品は陳腐で不細工であり、役に立たない代物であり、貧弱な作品で演奏不可能であるので、私の意見に従って根本的に書き直すのが望ましいと激しく非難された。チャイコフスキーは友人であるルビンシュテインの言葉に、 従わず、この避難の後、セルゲータ・ネーエフへの検定を目して、作曲を進め、オーケストレーションが完成した後で、ドイツ人ピアニスト、指揮者のハンス・フォン・ビューローへ検定した。ビューローはこの作品を、独創的で好期と評した。1875年10月25日、ハンス・フォン・ビューローのピアノとベンジャミン・ジョンソー・ラングの指揮により、アメリカのボストンにて初演され、 大成功を収めた。この様子はビューローからチャイコフスキーのもとに電報で知らされた。後にビューローは自分のレパートリーからこの競争曲を外した。ロシア初演は世界初演の一週間後、サンクトペテルブルクにおいてロシア人ピアニストのグスタフ・コストチェコ人指揮者のエドワルド・ナプラブニークによって行われた。モスクワ初演はニコライル・ビンシテインの指揮。 セルゲータネイエフのピアノによって行われた。ルビンシュティン自身、その後何度も独創ピアノを受け持って、この競争曲を世に知らしめる役割を果たした。1879年夏及び1888年12月の2度に、渡って改訂されている。第一楽章冒頭のピアノによる、分厚い和音はこの時加えられたものである。フルートに、オーボエに、ビーカンクラリネットに、 ファゴットに、カ,イカンホルニカ4、カ,イカントランペットに、トロンボーン3、ティンパに、独奏ピアノ、言語部全3楽章、演奏時間は約35分。第1楽章助奏部の冒頭第1楽章助奏部のピアノパート第2楽章冒頭第3楽章冒頭、第2次世界大戦後のアメリカ合衆国ではこの作品の演奏頻度が急増したと伝えられるが、その要因としては、 トスカニーニとホロビッツが共演した名番や第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝したバン・クライバーンの存在が挙げられる。クライバーンの優勝は当時冷戦で対立していたソ連でのアメリカ人の快挙として凱旋した際にはクラシックの音楽家としては空前の大フィーバーが起こった。クライバーンのピアノ競争曲第1番はビルボードのポップアルバムチャートで1位を獲得した。 唯一のクラシック作品であるという事実からも当時の人気ぶりが伺える。また、同曲はキャッシュボックスのポップアルバムチャートでも最高2位を記録した。ありがとうございます。